にちは。今回は1949年、ハイドラグライドパンヘッドです。オリジナルペイントの車両で走行が5690マイル、これ実走行ですね。そんな車両になってます。49の特徴として、はい、フォークポリッシュされてなくてブラックペイントで、はい、フロントフェンダーにまだリベットがないんですね。これが特徴的ですね。あとナセルにここにハイドラグライドってまだ入らないですね。であとこのポッチがつきます。これが49の特徴ですね。このバイクはハンドルがヘリングスになってて、あとマフラーがちょっと面白いのがついてるのと、バッグもインディアンによくつくようなのがついてますね。でまあオリジナルペイントの車両で、このガスケットがこれ綺麗に残ってるんですね。一度も外されてないですね。このグリップにこの穴がないんだ。これが51年まで、49から51までですね。でワンオーナー車両でカリフォルニアにあったんですけど、乗った記録も残ってて、カリフォルニアから東まで高速2コースとして、それから、ノースのカリフォルニアからノースの方に2回走って、でそれで封印されてます。子供を作るためにバイクを乗るのをやめて、フロントフォークを外して51年から箱に入れられて保管されてました。で息子が引き継いでこの状態 で開けた時はピストンはスタンダードで、全てバルブも純正が入ってたから開けられてないですね。ちょっとカスタムされてて面白いんだよね。マフラー、バック、ハンドル、おしゃれ、パーツチョイスがねいいよね。こんな感じです。